ヘネラリーフェの庭公共的印象。スペインの庭の夜はマヌエルデ・ファリャの作曲した独創ピアノと還元楽のための作品。そのように明記されてはいないものの演奏形態としてはピアノ競奏曲に準じ、またジャンルとしては公共詞に分類されることもある。ファリャがパリ滞在中の1909年に進行があった同国人のピアニスト、 リカルド・ビニエスに検定するためのピアノ独奏曲、3つの野奏曲として作曲が始められたが、ビニエスの試作により、独奏ピアノと還元楽のための楽曲に書き換えられた。完成したのは、スペイン帰国後の1915年であり、作品は、ビニエスに検定された。パリ滞在中に作曲が進められたこともあって、ファラの印象主義的な作風が示された作品となっており、 ケダルさと躍動感を合わせ持つ曲奏は、ドビュッシーの野奏曲やラベルのスペイン教師曲の影響を伺わせる。初演は1916年4月9日に、マドリード王立劇場において、エンリケ・フェルナンデス・アルボス式マドリード公共楽団と、ホセク・ビレスのピアノ独奏によって行われた。ファリアは本作を公共的印象と呼んでおり、 ピアノパートは洗練されて華麗で有名だが、公共誌のジャンルでもあるためか、滅多に他パートを圧倒することはない。還元楽は、官能的な筆致で綴られている。フルート三、ピッコロ一、オーボエ一、コーラングレ一、クラリネット二、ファゴット二、ホルン四、トランペット二、トロンボーン三、チューバ一、ティンパニ、シンバル、トライアングル、チェレスタ、ハープ、弦楽五部、独奏ピアノ、 以下の三楽章よりなり、全曲を通して平均24分ほどの長さである。アランブラのカリフのハーレムの夏の離宮。ジャスミンの花香る夜のヘネラリーフェの花園。場所はどこともつかないが遠くで異国風の踊りが響く庭園。コルドバ山地の庭園。生体祭の日にジプシーたちが集って歌い踊る。第一楽章のクライマックスではワーグナーの トリスタンとイゾルで前奏曲冒頭、第二楽章の途中ではドビューシーによって多用された、全音音階の和音がそれぞれ引用されるなど、同時代の先輩作曲家たちの影響が所々に、垣間見られる。練習用、ピアノリダクション楽譜は、第二ピアノが連弾になっており、合計3人で弾く。ありがとうございます。